はいどうも、今日はですね、またまた DIY ということで、年内までの、完成に向けてですね、大急ぎで、頑張っております。車内の、ライトはこの6つ、メインの照明があるんですけども、それ以外にですね、ここにですね、この棚の下に、ダウンライト、これだとちょっと明るいんで、これを消して、寝る前とかですね、つけるような、ダウンライトをここにつけて、で、あとですね、後部座席側、ここにもですね、ライトと、あと、フットライトですね、それを、つけたいと思います。はい。Oh, yeah, July start.それでですね、12ボルトの、電球を、LED 電球を買ったんですが、2つずつですね。これ実は値段が違うんですよ。こっちがですね、750円。こっちがですね、480円。はい。になってます。多分ね、ほとんど同じ作りなんですけども、でもこっちが750円なんで、こんな感じですね。はい。ちょっと黄色にしてます。はい。白ではなく黄色にしてます。1個10ワットぐらいと書いてました。明るさが。この中に入って、Amazon でよく来る、封筒、クッション、が入ってる封筒ですね。はい。それの中に入って届きました。はい。もう一個の480円の方なんです。これ実はですね、ちょっと裏返してますが、この封筒の中にこれが入った状態で来ました。はい。この封筒のコーナーなんですけどね。はい。この薄っぺらいビニール袋に入ってきました。多分ね、作りは一緒だと、ちょっと違うのかな。大体でも仕様は一緒だと思います。あとね、ちょっと致命的なのが、これ、返品はしてるんでしょうけど、郵送の時なのかな。はじめからなのかな、ここですね。わかりますかね。もう傷入ってるんですわ。ちょっとね、やっぱり、値段が安いとはいえ、いきなりこの傷は結構きついですね。はい。ただちょっと返品するのもめんどくさいんでですね。これで取り付け。進めたいと思います。この方かな。よし。ここに行こう。よし。いい感じです。はい。
るかな。着きました。いい感じじゃないでしょうか。はい、ほんのり明るいって感じですね。でもこれつくのかな。どうしようかね。この辺につきましょうかね。ちょっとね、空間もあるんですよね、この奥。はい、につけます。もう線出しやすいんで、こっからここにしますと。で、もう一個は、フットライトにしますんで、まあ下に、これは別でつけます。これちょっと単体でつけたいと思います。うん、よいしょ。このスイッチを押せばつくはず。え、おお、ついたよ、ついたよ。つきました。はいはい。ちょっとこっち消してみます。メインを消して。おお、いい感じですね。で、こっちはこっちで。いいよ。おお、いいですね。雰囲気。さっきのこれの電源をヒューズを抜きました。このドアドアナンバー2ですね。これを差し込んで、よいしょ。ここ抜いちゃうと別のルームランプになるんで、こっちを抜きますと。you
まあ、なんとか無事に照明がつきまして、まあ、全て点灯して問題ないっていう感じでした。はい、まあ最初の傷があったものの、今のところは、まあ傷以外の価格差はなかったのかなと思います。まあ使い続けているうちにですね、何かあればまた報告したいと思います。はい、一旦ですね、まあ散らかってますが、来週末キャンプ行きたいと思います。はい、まあ車中泊になりますので、まあ、快適さをまたお伝えできればなと思っております。はい、まああとですね、このカウンターですね、カウンターをなんとかすれば今のところ第3期工事全て終わりかなと思います。はい、では、今回の動画は以上となります。それでは皆さん、さようなら。